この動画には金玉が含まれています。金玉を扱うときは手袋を着用してください。ハローハワイユ、ゆずきゆかりです。モーニン、つーまきまきです。ティクタク、ことのハーオイとスリーピン、ことのハーカネです。やっ、よし、さよなら。レイディ・ユリア、皆さんが殺したんですからね。いや、お前が殺したんだから。けど驚きました。当然力を引き出す方に票が集中するだろうと予想したんですが、きっとみんな血が欲しかったんですよ。より血なの臭い実況になるように努力します。軽蔑する視線で見守ってください。ごくん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 ごく。パパ、ママが家出してから毎日エストばかり飲むようになったよ。エストがホヤクだ。これを売ってエストで作ったホヤクを買ってこい。あそこにぶら下がっているのがロレッタです。死体の扱いひど。調査すれば死体を解体して骨一本を持っていくようになります。骨じゃ身元確認ができないはず。教師する方がマシじゃないですか。妥当な意見ですが、旅行に腐敗しやすいものは荷物なので、腐らないように燻製にすれば。君たちの倫理意識に疑り始めたよ。このトレイモンスターは超レアアイテムなフランベルジュをドロップします。ゆかりさんの発見力は9000オーバーだから。だから何もなかった。一度も得たことないんですけど、ドロップはするのでしょうか。他の人は結構出るそうだけど、やっぱり物欲センサーの仕業かな。物欲センサーはデレスタだけで十分ですけどね。呪術 NPC、大沼のコルニクスです。ごく、祭祀場に連れて行けば主人公のイージになってくれますが。よし、何をするだ。どうせ呪術は使わない縛りですからね。だとしても祭祀場に連れて行ってくれるくらいいいじゃないか。連れて行って殺すのがもっと残忍ではないんですか。嫌だからなぜ殺すのが前提なのよ。縛りの話が出たついでに、前回、どうせレベルアップしないからヨエルを殺せという雲があったんですが、ゆかりさん、レベルアップしないと別に言ってないんですからね。ゆかりさん空気読めないんですね。いや、せめて特大剣ワンハンドできるスタットまでは上げようと思います。で、こいつ口に何を加えてくるのですか。自分のこの死体さえ武器に使う非常さ、うちら人間も見習うべき姿よね。姉様、姉様が死ねば姉様の腕を切って鈍器に使います。うちも葵ちゃんが死ねば葵ちゃんの頭を投擲武器として使いまんねんわ。やっぱ加速てんのはいいですね。何和やかな顔してんのこのサイコパスたち。初 NPC 侵入です。一般モンスターに比べてかなり相手しむずいので、残り火を消して通り過ぎるのも方法ですね。ゆかりさんはロイドの護風を使って簡単に取るようにします。モンスターと1対2になると勝機はないため、かがり火の近くに誘引します。アンレイは体力が一定値以下に下がればエスト回復をしようとするが、ロイドの5分に打った状態ではエストが使用できません。 AI がそんな状況を想定していないのか、瓶をずっと叩くだけなので余裕に斬殺すればいいです。さよならホドリックさん、すぐ本体も殺しに行きます。本体、はい、今のホドリックは赤眼球で侵入した分身みたいなもので、本体は別場所にいます。この前は巨人射手が狙撃する区域なので、早く走っていきましょう。巨人と友達になった後帰ってこや、副葬品を白い枝で選択した場合目に合わないんです。ここへ来たら狙撃区域だ。ああ、ここへ来ても狙撃区域なんですね。この通路を通ればボスエリアです。果たしてあんなものをボスと呼んでいいのかはよくわかりませんが、ごくんごくんごく。あ、勇気が上がっていく。まずはボス周りのジャコどもを処理してくれます。放っておいて突入しても大抵の場合ボスが勝手に処理しますが、あっという間に囲まれて死ぬことも可能で慎重を期します。外れ、威嚇射撃でした。本当に威嚇的なのはその厚かましさの方だね。ここからはボールバスティング実況です。不快感が感じられるので注意してください。逆に快感が感じられる方々は医師と相談してください。この呪い腹の体重は体随所の金玉を壊してこそダメージを入れるギミック系ボスです。左手、左足、股間が楽に狙える金玉です。股間の金玉を壊せば2フェーズに渡されます。1フェーズ中にはさっき処理したジャコたちが無限に復活するので、早く2フェーズに移る方が楽です。ここはゆかり、今からセントラルドグマに侵入する。アーチャー、着地任せた。参考にさっき言ったホドリックの本体はここにいましたが、崩れた残骸に敷かれてしまいました。その弾はない。後ろでは見えないが2フェーズでは手の形したチンチンがさらに突き出ます。自分のチンチンと握手できるって素晴らしいですね。チンチンは防御力弱いが、その分活発に攻撃するためグロッキー状態にした後攻略するのが楽です。
長板や落下物など避けることが困難なパターンが多いですが、ダメージはわずかだので無視して攻撃しても構いません。残りパターンは大きく遅い一発中心なので、欲を出さないという基本に忠実すれば苦戦することはないでしょう。今からゆかりさんが臭くって黄色くってぬるぬるな液体に入ります。はい、この部分 AV に出ます。水ナレイじゃないし、そんなマニアックな AV には出演しませんよ。じゃあどんな AV に出演したいのですか。さあ、出演するなら名実じゃなくて、出演するつもりないんですからね。さあさあ、そうしないで、きっと売れるんですよ。ゆかりはんより貧弱な女優たちもよく売れておるから、もう契約書書いておいたから行き過ぎても困りますよ。ちょっと私をどこに売り飛ばしたんだよ。おじゃらじマイパンセンターコヤッホー。錬成炉を得たので、もうボス武器を作ることができます。作ってもスタッと足りないじゃん。はい、今回技量を少し上げておくようにしましょう。おーい、ひもりめ、旦那様戻ったぞ。奥様、もう殺しても正当防衛だと思います。あ、今よろめくのみさん、やっぱり私のひもりめは可愛いですね。ゆかりさんによる殺人衝動を我慢できないだけですよ。壊れた赤眼球ゲット、ルドレスに錬成炉をくれます。大樹のソウルを猛しゃがりの大剣に交換、当分はこれを強化して使うようにします。ってことはトカゲを取れないとね。はい、トカゲさえ取って今回のパートは終わりにしましょう。ゴゴゴゴゴク、あなた絶対に体に悪影響を積もっているから。猛しゃがりの大剣は猛しゃ相手に追加ダメージがあります。こんなジャコだけじゃなく銀騎士などにも適用されます。なぜか黒騎士には適用されないが。ゆかりさん、ゆかりさん、パクリダメよ。トカゲは打撃攻撃に弱いと知っていますが、適当な武器がないですね。ある程度ダメージが溜まればグロッギーになって知名度を取り込むようになります。ゆかり持久力上げていないのに大剣たくさん振り回すね。はい、猛しゃがりの大剣は大剣の中ではスタミナ消耗が少ないです。鱗を得たので強化しに行きましょう。猛しゃがりの大剣強化、夜購入、飛夜購入、不法配信、ぽつり、7職責購入、買うなってば。じゃあご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。